ボトルの度数表示アルコール度数は、あるアルコール飲料に対するエタノールの体積濃度を100分率で表示した割合である。アルコール分ともいい、数多くの国で標準的に使われている。と、あるいはアブブのように表す。日本では、1度イコール1%である。フランスの科学者、ゲイイコールルサックにちなみ、ゲイイコールルサック度数と呼ぶ国もある。アルコール度数の計測には、 アルコール度数計が用いられる。なお厳密に体積の温度を測るには測定時の温度を決めなければならない。日本の酒税法では摂氏15度と決めている。英語圏では度数の他プルーフも使われる。US プルーフは度数の2倍、UK プルーフは度数の約1.75倍である。例えばアルコール度数4%は 8US プルーフと同じ。 7UK プルーフとはほぼ同じエタノール濃度である。ただし、アメリカでは、連邦規則州により、度数の表示が義務付けられている。平気はか。イギリスも EU 標準の国際法定計量機関に従い、1980年からは、度数に切り替わった。英語圏で、アルコール度数はもっぱらパーセントで表し、ディグリーアはプルーフに用いる。ありがとうございます。